被害は弁償しろよ。スパイダーセンスがうずく。あと一歩踏み出してみろ。お前はべったりと壁に張り付くぞ。あら、最悪の提案ね。ロマンティックじゃないわ。ブラックキャット、君だったのか。ご機嫌いかがなんて言ってる場合じゃないみたいね。あなたにメッセージがあるって、ベノムがタイムズスクエアのジャンボトロンを占領しているわ。あのブサイクな面が巨大スクリーンに、そりゃ恐ろしい。それだけじゃないわ。ダイノがオムニテックで大暴れしてるって。あいつがオリンピック競技場で。よし、タイムズスクエアはオムニテックへの途中にあるから、まずベノムの様子を見てからライノに当たろう。ニューヨーク一の大型テレビはこのベノムの特別企画を独占放送中だ。どぐされ野郎ども、耳かっぽじってよく聞く。悲しいことに視聴者は誰もいないみたいだ。さて、素晴らしい赤毛の女性を紹介し、ご存知有名なノータリンだ。喜べ。我々は彼女に24時間ライブショーに出演してもらうことにした。いいか、24時間だぜ。素晴らしいだろう。そうそう、彼女の名はメリー・ジェン・パーカーだ。何、メリー・ジェンが。どこの誰だとまでは言わない。もしこの可愛らしい下着モデルを助けたいなら、とっとと出てこい、全身タイツの変態野郎。それまでこのショーは続くぞ。状況は分かったわ。私がライノを何とかするから、オムニテックのことは忘れて。ライノを君だけで。ありがたいけど、そういうわけにはいかない。聞いてくれ。スパイダーマンになっていろんなものを得たと同時に失いました。だが一つだけ変わらないことは、僕の力は僕自身の前に人のために使わねばという義務だ。オムニテックでは人々が助けを待っている。彼らを助けてからベノムを倒し、これで終わりにしてやる。